ウルノーガの前でも臆することなくそうやって踊れるところは尊敬するよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでホメロス倒したけど、これもしかしてこの後すぐウルノーガやったりします？なんかありそうじゃない？そういうの続けて。待って、体力大丈夫？うん、大丈夫。あ、満タンやんね。あ、なるほど、なるほど。そういうことね。うわー。あー、もうなんか、空模様が怪しい。めちゃくちゃ怪しいよ、見てこれ。見てこれ。え、やばくない？この世の終わりやわ。え、もうここでワープしてったら、何が起こるの？もしかして向こうから来るとか。違うか。とてつもなく邪悪な気がこの先から。きっとこの先に。ウルノーガ、ついに決着をつける時が来たか。行くぞ、アイナ。うわー。マジか。向かう。お？え？ちょっと何よ、これ。何、ちょっと私も捕まえて、それなら。私だけ置いていかないで、ちょっと。体が動かない。うわー、なんか来たよ、なんか。あ、今までのやつらか。何復活しちゃった。ホメロスおりやん。どういうこと。私がちょっとかわいそうとか思ったの、ちょっと返してくれる。まあまあ騙されたようだな。このホメロスがあのまま終わると思うたか。まあ確かにめっちゃ弱かったよね。ほんとすごい弱かったなとは思った。あいつら倒したはずだろ。まさか復活したってのか。まあね、戦隊ものとかでもよくあるよね。復活してなんかさらにパワーアップみたいな。くくく、最後はやはりこうなるのだよ。グレイグ、お前は俺にはかなわない。そんなことはないと思うけど。アイナ、魔王様の元に来たくば一人で行くがいい。その代わり、こやつらの命はもらっていく。ちょっと待って。お？一人ではない。俺はアイナの盾。剣たる死を一人にはさせん。侮るなホメロス。もはやお前に騙し討ちに屈する私たちじゃない。お、強いぞみんな。でも捕まっとるけど大丈夫？この程度の力でわしらは止められん。貴様を倒して、ウルノーガの元へ行く。そして、16年前の借りを返すんじゃ。私決めたんだから。アイナちゃんと魔王を倒すって。世界中の笑顔を取り戻してみせるって。お姉様に誓ったんです。最後までアイナ様をお守りすると。一人では行かせないじゃないな。俺にも見させてくれよな。魔王をぶっ倒す勇者の奇跡ってやつを。お、溶けるの？マジで強、やば。おー、すげえやん。え、で、結局こいつらとは戦わんといかんの？え、なんか倒れとるし。跳ね返しで？弱いやん。お、俺はまだやれる。ウルノーガ様、今一度お力を。これあれやんね。こういうパターンって、今一度お力を。俺はまだやれる。って言って、なんかね、ボスに殺されるパターンの。え、違うの？ホメロス、もう終わりにしよう。やっぱちゃんとこういう語りのシーンは必要よね。じゃないとさ、ずっとね、この二人のこういう関係があったわけやん。絶対いるって最後のシーン。嫌だ、まだ死ねない。グレイグ、お前を超えるまで俺は。仲間になるという選択はないのか。ホメロス、お前は俺になりたかったと言ったな。だが俺は王に拾われて以来、お前の背中を追い続けてきた。ここで誤解が解ける。お前こそが俺の光だったんだ。今の俺があるのはお前のおかげだ、ホメロス。なぜそれがわからぬ。グレイグ。はぁ、死ぬの？結局死ぬのね。てかそんな跳ね返しで死ぬなよ。せめてもう一回戦闘があっての死とか。周りは？周りもいないんですけど。何？死んだの？死ぬシーンすらなかったよ。
ね、かわいそうに。それが形見なのね、ホメロスの。おお、ほら、おらんおらん。行くぞ。すべてを狂わせた元凶、ウルノーガの元に。ああ、もうこの先に進んだらウルノーガか。頑張ろう。魔王の神殿につながる魔法陣のようだ。移動しますか？もちろん。なんかホメロス復活したけんさ、仲間になるんかと思ったらやっぱ結局死んでしまうんやね。つら。そこは仲間になって、なんか最終的に一緒にね、グレイグとホメロスがなんかアハハみたいな笑い合いよるのがいいやろ。なんていい絵にしたなんか知らんけど。この先からマガマガしい魔王の気配を感じる。扉を開けて中に入りますか？いいえ。はい、入ります。ウルノーガ、何かが座っている。ウルノーガやね。ちょっと見た目忘れたけど。来たか、勇者の名を継ぐ者よ。万物を作りし命の大事は死んだ。今や我こそがこのロトゼタシアの王。ロトゼタシア言いにくいんよね、ロトゼタシア。え、なんか変。こんなんやったっけ、ウルノーガって。え、なんかもうちょっと細くて人間っぽくなかった？気のせい。なんかこういう形態になったんやったっけ。覚えてねえや。生命の根源、大樹の魂を得た我にとって、貴様など吹けば散る一葉に等しい。そいつも悪がよくわからんのよね。あ、そっか、大樹が滅んだ時になんか力吸収してこんな姿になったんやったっけ。うわ、目玉が動いた。もうちょっとなんかさ、目玉があるにしても、ぐるぐるの杖みたいな感じで、ちょっと可愛くならんもんな。まああれも可愛くはないんやけどさ。うお、思った以上にブサイクやった。怖っ。こんなの？やばもっと、もっとなんか違うのを想像してた。その目、かつての勇士たちを思わせる。気に入らん。めっちゃ強そうなんですけど、大丈夫これ。愛、希望、夢、くだらぬ幻想にしがみつき、しぶとくももがき続ける人間どもめ。この全世界の王たる我が、貴様らのむくろに刻み込んでやろう。永遠に消えることのない絶望な。あー、戦闘突入そのまんま。あー、行きそう行きそう。戦闘に行きそう。はい、来たー。魔王ウルノーガが現れた。頑張ろう。ね、頑張ろう。もうなんか頑張れる気がせんけど、頑張ろう。やっつけれるんかな、ちゃんと。さっきのホメロスよりはやっぱりもちろん強いわけよね。やだー、無理。シルバースパークってさっきホメロスも使いおらんかった？気のせいかな。気のせいじゃないよね。あれなんかオーブ使っての攻撃かと思ったんやけど、違うん？あれ落としたのシルバーオーブじゃなかったっけ？間違ったかな。ちょっと忘れたけど、まあ頑張ろう。ね。とりあえず体力も、マジックポイントも、回復しとるし。いけいけみんな。でもなんか攻撃の効き具合は、あれパープルシャ、やめてよ。に入るの早いね。それ、ハッスル、ハッスル。ウルノーガの前でも、臆することなくそうやって踊れるところは尊敬するよ。あ、やめてください。困るんですけど。はい、魔法。間違えた！マルチナに使おうと思ったのに、セルビアさんに使った。デフォマラー。まあまあまあ、ここもね。
ここも技は使っていただきたいけれど。スプリング。ちょ、ほらもう10しかないって。回復させたいって。普通にさ、シルギアさんの体力が減って、あの名前の表記が黄色くなった時にさ、それ見てそっちに使っちゃったわ。あ、それハッスルハッスル。ふざけとるようで結構がっつり回復してくれるよね。あ、でも結構体力削れとる相手の。いい感じじゃない？ほら、めっちゃ効くし。もうマルチのゾーンに入ったよ。速攻で解き放ったけど。いける？おお、来た来た。青春の1ページだ。どんな青春の1ページ？すごい、なんか、絵が。絵が。なんなのそれ。興奮して攻撃力が上がるってことかな。結構なダメージよ。結構なダメージよ。セーニャがゾーンに。まさかのそんな、そんな、パシンっていう無知、それが最後ですか。もうちょっとなんかね、技とかで倒されたかったよね、ウルノーガも。ごめんね。ごめんね、ちょっと空気が読めない感じで。我に膝をつかせるとは、さすが勇者の名を継ぐ者よ。もう一回私あの、ミラクルソードやっけ、あの技使おうと思いよったのに。だが。なになになに、まだ次の携帯がある。何？我はウルノーガ、万物の頂点なり。何？剣に宿りし力を持って、すべてを滅ぼさん。もしかしてこれなんか、あれ？自分もろともみたいな。自分もろとも世界を滅ぼす的な感じですか？違う？ちょっとやめてや。崩れる崩れる。あー、危険！どうな、え、どうなった？ん？え？なにあれ？なんか細長くない？あれ？なんか姿が。誰？これ、ウルノーガ？なにガクガクして。ガクガク？プルプル？え？あ、骨になった、骨に。忌まわしき大樹の子らよ。貴様らの命、我が身に委ね。永遠なる闇へと落ちるがいい。どういう状態？背中から竜が出てるの？え？相当になった？もしかして。やだ、左側だけでいいよ。ちょっとやめてや。邪竜ウルナーガと魔王ウルノーガ。誰ウルナーガとかもう意味わからんやつ出してこんといて。あ、でも、フルになっとるまた。やったね。え？宙を待って移動し始めた。なんなん、何をしてくる気？邪竜ウルナーガが前に踊り出ないで。なんか交互にやってくるってこと？なんなんそれ、意味わからんねえけど。ミラクルソード。はい。あ、なんか今攻撃対象の中にウルノーガなかったね。やっぱり交互にやってくるってことか。キバスミン。で、アモーレショット。ごめんね、ふざけた攻撃ばっかり。あ、でもそこまで辛いわけではないんか。どうなんやろ、覇王斬り。覇王斬りの方が良くない？いけ！どうなん、こっちの方が効きよる？じゃ、さっきの、どれぐらい効いたか見てなかったや。いいね、いいね。マジックバリア。呪文耐性に入るんかな。これは違う。あ、これか、こっちか。なんなん、こっちからの攻撃できんのに、そっちは攻撃してくるの、後ろから。ずるくない？いや、ずるくない？あ、それ、ハッスルハッスル。せっかく呪文耐性上げたのに下げないで。しかも、あ、下げた上でメラゾーマ。
怖っ。剣の舞、はやぶさ斬り。はやぶさ斬り、ミラクルソード、ちょっと待って。さっきのやつが300何倍やったっけ聞いたの。ああ。あの、覇王斬りやっけ、あっちの方がいいわ。完璧にあっちの方がいいわ。サキュバスウィンク、サキュバスウィンク以下やん。これは一体ずつ倒していくってこと？あ、違う。移動するわ。やっぱ定期的に入れ替わるってことかな。魔王ウルノーガが前に踊り出た。笑うな、笑うな。てか、なんかでかくなったよね。え、でも確実にでかくはなっとるよね。さっきまでこんな巨大じゃなかったもんね。やめてよ、そういうの。はい、特技で、剣の舞。この辺はあんま効かんかな。あ、こっちの方が効いとるやん。剣の舞の方がいいや。こっちの方がね、回数のおかげか。結構なダメージ。お？やっつけたんかと思ったのに。てか、主人公より全然強いやん。ちょっと待って、同時に？同時にとかありなん？ちょっとやめてや。ないわー。そういうのないわー、マジで。いや、まあね。え、せーにゃー！え、食べられたよ、せーにゃ。ちょ。え？いや、吐き出されたところでね。吐き出されたところで確実に体中の骨がバッキバキになっとると思うんやけど。マルティナが、ちょ、あの、青春の1ページを早く。青春の1ページ。いいっすね。いいっすね。この殺伐とした空気の中、平和な感じの技を。いけい！これも単体攻撃なのね。なるほど。あの、マルティナが、マルティナの回復をさせてください。あはゆな、うーお、やっと起きた。あー、ありがとう。起きて速攻でハッスルダンス。いや、助かるけども。せいにゃも起きて。いやいや、爆睡か。あー、せいにゃ、やっと目が覚めた。遅いよー。あー、しばらくアイナがちょっと立ち上がれないんで、みんな頑張ってください。なんとか頑張ってください。あはー、危険すぎるー。あ、それ、ハッスルハッスルー。お願い耐えて。お願い耐えて。お、猛毒消えた。よかったー。はー、助かったよー。ありがとう、ベホマラ。あ、いいね、いいね。やまびこ。そして、マルティラのマジックポイントを回復したい。だから、アユナよ、早く立ち上がれるようになってくれ。お、立ち上がれた。オッケー。さあ、ここで、ちょっと道具。魔法の聖水。これ、マルティラに。はい。ふぅ、これでまた思う存分。呪文。特技使ってくださいまし。マルティナ、マルティナー。ちょ、待って。あー、ありがとう、ザオリック。私が使おうと思った。ふぅ、復活。ちょ、あの、痛恨の一撃だらけなんですけど、つらい。タイガークロー、ここはちょっとギガスラッシュ。メタルギ、ドラゴン斬り、どう、ドラゴン斬り、ジャリュウルナーガとか、どうすかね。ドラゴン斬り、うん、あ、そうでもないね。そうでもないね。うん、レホマ、せいにゃ、助かる。あー、ゾーンが、今度は全体か。よいしょ、釣りに名前を。釣
右の前に。シャキ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 。マルチナのマジックポイントを。あ、それ、ハッスルハッスル。体力削られるけんね、つらい、つらすぎる。どんどん体力がなくなっていく。ありがとうせいにゃ。うわー、マジックポイントめっちゃ回復するやん。まあ、体力じゃないだけマシやけどね。あ、モード消えた。オッケーオッケー。あ、もう魔法の小瓶2つしかないやん、やば。はい、マルティナ。来たよ来たよ。行け。く、まだか。まだ倒れないのか。お、やった、ウルナーが倒した。ってことはあとウルナーがだけ。いけるいけるよ。ウルナーがちょっとウルノーガよりかはいや弱いはずでも勝手なね想像やけど。連携、爆炎切り、いけ。微妙やったねタイガークロー。でももうちょっとできっとやっつけれるけん、モーリーショットでやっつけたりとかよかったやめてやめてやめて、マジでマジで言ってるそれ。ふう、焦る。ザオラルとか絶対やめて。マジ使うのザオラル。え、もうこれはのんびりしてられないわちょ、頑張らないと。倒そう、ちゃんと倒そう。剣の舞、これで。くっ、ダメか。あ、モーリーショット。結構体力が多いな。もう行った？あー、行ってなかった行ってなかった。でもあとちょっとやとは思うよね、きっと。剣の舞、やったーよかった、今回は主人公が倒したよ、ちゃんと。魔王ウルノーガと邪竜ウルナーガをやっつけた。アイナは魔王の剣を手に入れた。邪悪そうな剣だな。我はウルノーガ、万物の頂点。我が波動がついえるなど、あってはならぬこと。ウルノーガは喋れないの？己、勇者め。うわー、お、体から光が。やっつけたよ、ウルノーガー。やったね、今度こそやったね。ふー、やったか。やったよ。どこからともなく不思議な声が聞こえる。よくぞウルノーガーを倒してくれました。これでロトゼタ氏は息を吹き返し、再び生命で満ちていくでしょう。ん？今の声は誰？お？誰の声やろ？謎の声が。ここはもう持たないわ。みんな行きましょう。ああ、もう崩れ落ちるね、ウルノーガの城。1回目に倒したときに何かしよったやつが今影響してきてるってことかな。いやー、ケトス、ケトス迎えに来てケトス、お、来た。あー、来た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 。さすがさすがケトス、えらいえらい。みんなかっこいいな。絶対あんなん乗れんわ絶対乗れずにつるって滑って終わりになりそう私。
私たち、とうとうウルノーガを倒したのね。けれど、多くの命が失われてしまった。まあね、犠牲は多かったよ。だって、この世がもう終わっとるもんね。あの光は、何？ん、なんか、え、なんか光になって消えていきよ。もしかして、大樹？え、大樹復活する？マジで？見て、命の大樹が、蘇っていく。でも言うてあれよね、世界が元に戻る、この、何？自然とかは戻るかもしれんけど、人まで戻るわけではないよね。だってみんな死んだやん、なんか、いっぱい。その人たちは死んだまんまってことやろ？え、つらーい。すご、こんな、え、地形まで元に戻るんや、すげえ。あ、空中にまた浮くってこと？なるほどね。そっか、胎児落ちたって言ったもんね。おー、すげえ。めっちゃ綺麗になったよ、世界。何これ、どこ？ん？どここれ？なんか光よるよ。あ、精霊や、精霊。あれっていうかさ、なんかあの勇者の星とかあの辺ってどうなったん？何もなってなくない？あれ何やったんやろ？ほい！ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。うん、なんか謎がね、勇者の星だとかなんだとかいろいろと残っとんじゃないかなと思ったけど、やっぱ続くってなったね。クリア後のストーリーがあるということか。うん。